MLB の選手、トレードされて30分で解雇。日本時間2日7時頃にガーディアンズにトレードの方、7時30分頃にガーディアンズから解雇の方。一体何がしたかったのでしょうか。バット5本よりひどくて草。なんで解雇した？かっすれのような疾走感。ゴミの押し付けボーイ。解雇するようなやつなんで取ったの？メインの選手の抱き合わせトレードで獲得したとかか？抱き合わせ商法だったんか？レンドンも処分してくれや。弱み握られてトレードさせられたんか？バットとトレードとか七面鳥とトレードとかメリケンって相当陰湿だよな。解雇するために取ったんか？SB 通りが葛藤と吉野それぞれクビにするためにトレードしてたことあるけど、あの時半年リリースでさえ叩かれてたで。トレード相手出したかっただけやろこれ。何ジーミンがよく妄想してるレンドーンにプロステつけて押し付けるトレードと一緒だぞ。そもそもなんで獲得したのかなぞ。契約期限ギリギリで解雇ってひどくらい半身末期ぐらいのアライアから契約できないぐらい閉殺が多い。去年ワールドシリーズにも出て良い働きしてた選手が1年でこれ、厳しい世界やで本当。ご視聴ありがとうございました。